東千歳駐屯地は、北海道千歳市宿媒線十六に所在し、第七師団司令部等が駐屯する、陸上自衛隊の中屯地である。駐屯地司令は、第七師団副師団長が兼務する。周辺の市民からは、東部隊と呼ばれている。総敷地面積約五百九十万平方メートルという陸自最大の敷地面積を誇り、師団の励化部隊の多くや陸自最大の、 普通家連隊をはじめ、陸自最大級の校舎特化団をはじめする北部、方面隊直轄部隊の多くが駐屯し、北部方面隊の中核をなす駐屯地となっている。駐屯地内に、単位食堂、売店が3個設置されている。当駐屯地のシンボルで正門に立つ、我らここに励みて、国安すらかなりのポールオブジャがあったが、 平成30年9月の台風とイブリ東部地震の影響で基礎部分が脆弱化し安全性が保てないという理由で同年11月中旬長きにわたる役目を終えて撤去された敷地内に北海道中央バスの路線バスが乗り入れておりバスが敷地内に侵入する際に正門にて一旦停車し経営隊の保障が乗り込み敷地内での乗り下車時に 乗客の身分証の確認を行っている。石狩平野の中心点にあり、南は苫小牧市、北は札幌市、あるいは石狩川沿いに道央を望み、東は国道274号線を越えて、十勝平野に広がる北海道防衛の要衝にあたる。最寄りの演習場は、駐屯地に隣接する北海道大演習場別名東千歳演習場。 また小規模ではあるが駒里演習場がある。日本海軍米軍陸上自衛隊第121特化大隊が、真駒内な中トン地から、東千歳中トン地に移住。第113特化大隊が、東千歳中トン地から真駒内な中トン地に移住。第121特化大隊が廃止。地対空誘導弾改良砲区を運用する第102校舎大隊及び、 第302校舎搬送通信隊、第102校舎直接支援隊が編成完結。北部方面教育連隊を北部方面混成団に改編。第1陸層教育隊が再編。北部方面混成団の冷化部隊となる。ありがとうございます。